サウザンズス。ようこそ皆さん、私はサウザンド星人。今日は私のライブに来てくれてどうもありがとうございます。この観客たち、私の元に集まってくれた観客たちが皆生き生きとしておりますじゃろ。全部人間の顔だからね。やめろ。誰ですかあなたは。俺は電子レンジマン、2008年からの使者。貴様を、このような非道な鬼畜な行いをする貴様を殴り殺しにするためにやってきた家電ヒーローだ。私のライブの邪魔をするなど言語道断です。あなたの生首も私のコレクションに加わるのですよ。たーあーきゃざまあないぜ。おい、お疲れ、サウザンド星人くん。おい、バッタモン、お疲れいっす。集まってきましたか、私のアイドルグループのバンドメンバーたちよ。また一人観客が増えたところです。笑いなさい。え、お前そんなことやってんのか、この地球で。何考えてんだよ。笑えよ。クソが。ベーン。恐ろしき宇宙人だ、サウザンド星人の正体は。ピンピンピン。何？この生首、どこかに電波を発信してやがる。どういうことだ？こういうことさ。何？全てはお前を欺くための罠ということだ。おい、サウザンド星人、今日のはお前の命日だ。何？そうか、貴様が本物の電子レンジマンで、さっきのこれはコピーロボットというわけか。おのれー、今度こそ殴り殺しにしてやるぞ。行くぞ、電子レンジマン。ピシン。電子レンジマンは TR スーツを一瞬にして装着し、我らが家電ヒーローの姿へと変貌するのだ。クソ、しかしコピー能力によって俺はパワーを使いすぎた。今日は画質が低いぞ。 TR スーツは画質が何段階かあるが、 TR 画質という最高画質で戦うことは、それ以前にパワーをすごい消費してるとダメなんだ。くらえ、電子レンジパンチ。なんだ、パンチが当たったからちょっと痛いかなと思って倒れてみたら全然痛くないぞ。くそ、やはり DR スーツは今日は画質が低いんだ。ゴンバ隊長、救援を呼んでくれ。電子レンジマン、それはできない。なぜなら君は最近仲間に頼りすぎているからだ。今日は一人で頑張ってくれ。くそ、長官マジでイカれてやがるぜ。俺が死ぬかもしれないっていうのによ。じゃあいいわ、もう死ね。電子レンジダイビング。よく見たらこのデスマスク、全部ローで作った偽物じゃねえか。お前なんであんなこと言ったんだ。お前余計な嘘をついたせいで俺にぶち殺されることになったんだぞ。まあお前は自分の仲間も殺してたから、どっちにしろ死ぬことにはなったんだから。俺はただあれだ、みんなからの声援が欲しかっただけなんだ。俺は醜い姿をしているからな、人にチヤホヤされたことがなかった。だからもてはやされたくてアイドルグループ入りしてたんだよ。哀れなやつだ。テレビ、パソコン、スマートフォンの前のみんな、あれだ、人に認められなくてもいい、みんな自由に生きるんだ。
そう言い残して我らが電子レンジマンは帰っていった。果たしてそれが正しいことなのかは知らないけど。